チャブダイチャブダイ、チャブダイは日本で用いられる四本足の食事用座宅である。一般的に方形あるいは円形をしており、折りたたみができるものが多い。上座、下座などの上下関係が感じられず、昭和初期の家族の団乱を象徴するシンボルとして取り上げられる。1887年頃から使用され、1920年代後半に全国的な普及を見た。 しかし1960年頃から椅子式のダイニングテーブルが普及し始め、利用過程は減少していった。茶舞台の当て字としては、茶舞台のほか、茶福台、茶舞台、食机などがあり、その他にも古くは、森田総平の梅園や徳田修正のカビで書かれている商台などがある。地域によっても故障は異なり、富山県、岐阜県、三重県、兵庫県、佐賀県、 長崎県、熊本県などの一部では、湿布台、湿布台、湿布台と、岩手県、富山県、岐阜県、滋賀県、鳥取県、島根県、愛媛県などの一部では、半台と呼称される場合がある。茶舞台の語源は、お茶を飲む部屋の台から来たとするものなどがある。語源についても諸説あり、正確にわかっていない。 有力なものとしては中国語でテーブル掛けを意味する湿くから来たとするもの、同じくご飯を食べることを意味するチーファンから来たとするもの、中国人移民からアメリカへ広まった料理チャプスイが元になったとするものなどがある。英語で簡易食堂を表すチョップハウスが由来となっているという説もある。1870年に神奈ロブンが表した1万国公開西洋。 道中膝繰り毛に、すでに茶舞台という言葉が、西洋料理店の食卓を指す俗語として登場していることから、名称としてはこの頃すでに広まっていた可能性がある。おおむね、足が折りたたみなど何らかの方法で収納できるものを、茶舞台と称する。茶舞台の標準的な形状は、正円形、楕円形、正方形、長方形の4種がある。製作上の無駄が多いことと、 日本の住宅事情から長方形の形状をしたチャブ台が最も多く利用された。円形のものは人数に融通が効くため、長方された。大きさは直径60センチメートルから240センチメートルまでのものと豆チャブと呼ばれた直径25センチメートルから30センチメートルくらいのものなどがあった。一般的なチャブ台を4人で囲む場合、1人あたりの 使用スペースは、禅を用いた場合よりも狭くなるが、皿の共有化がなされることで、結果的にゆとりが生じる。高さは1 5トルから2 4トルくらいが一般的であったが、これは時代を経るごとに高くなり、現在は3 0トル前後のものが一般化している。素材は木製では、張り切り製が最も多く、高級なものでは、 ケヤキや桜が用いられた。それ以外にもタモ、松、塩地、杉、土地の木、栗、木肌など様々な材料が使用されている。高度成長期以後はメラミン樹脂も用いられた。塗装は漆塗りやう塗り、ニス塗りのほか、化学塗料が使用される。バチキャク台盤などの大きな食卓を使う習慣は、奈良時代にはすでに中国から伝わっていた。 寒さが厳しい中国東北部の旧満州では、小上がりに孔と称するへっついの熱を利用した床暖房があり、その茶の間で茶舞台を使って食事をしていた。貴族社会では同じ階級の者が同一食卓を囲む場合があったが、武士が強い支配力を持つようになると上下の人間関係がより重要視されるようになり、ほぼ全ての社会において善を使用した食事が行われ始めた。 江戸時代に入ると出島などでオランダ人や中国人らの食事風景を目にする機会が増え、それらを真似た洋風料理店では座敷や腰掛け式の空間に西洋テーブルを置き食事を共する場が登場し始める。共放年間以降はこうした形式の料理屋が江戸夜景にも出現し始め、そこで用いられるテーブルや座宅を尻尾下とか、 ターフル台などと称するようになった。映画、別昭和26年明治時代に入ると西洋館の建築などに伴い洋風テーブルの導入が進められた。街にも西洋料理店をはじめ、ミルクホールやビアホールが生まれ、洋風テーブルの使用がなされるようになった。この頃すでに西洋料理屋を、チャブや西洋料理を、チャブチャブ、そこで用いられるテーブルを、 茶舞台と呼称する俗語が誕生しており、茶舞台という名称は広く知られるようになった。1895年頃になると折りたたみ式の座卓に関する特許申請が見られ、座卓は家庭へ進出し始めている。1903年に家庭の新風味で、坂井敏彦が一家団乱の観点から禅を廃止、茶舞台の使用を呼びかけるなど、家庭への浸透が始まった。 1911年に農商務省が出した木材の工芸的利用によれば、チャブダイは東京のみで製造ロシ50件、販売ドや100件、職人500人、1日3000個の生産があったとされている。チャブダイはこの後、昭和初期までに全国的な普及を見せるが、特に1923年の関東大震災を契機として、 全からチャブダイへと移行した過程が多かった。この頃に全からチャブダイへ移行して、個人の食器よりも共用食器が増えたことから、食器を洗う習慣が定着したとする者も,もいる。チャブダイの生産は1963年をピークに、減少傾向に転じ、生活習慣の変化や洋風化思考の時代の傾向に乗って、次第にダイニングテーブルへと移り変わっていった。 ダイニングテーブルを一般家庭の食卓にいち早く取り入れたのは農家であった。1948年 GHQ の指導により農村の生活改善運動が全国的に展開されると農村の台所事情は変化を見せ始めた。生活を楽にすることが主とした課題に挙げられ土間を改善して食事上とし野良仕事の土足のまま食事ができるようにするテーブルや 座敷と土間の境界にテーブルを設けて半々で座る方式などが奨励された。農林省農業改良局が1954年に出した農家の台所改善から設計の仕方と実例にすでにその具体的手法が紹介されている。ダイニングテーブルが都市圏に急激に浸透を始めるのは1955年頃からで。 日本住宅公団による集合住宅が販売されるようになってからであった。集合住宅にダイニングキッチンの概念が取り入れられ、目的に即した利用がなされるようテーブルを作り付けにして売り出した。住宅公団は洋風化のブームに乗り、ダイニングキッチンを代々的に洗練し、販売実績を上げるとともにテーブルの普及促進の役割を果たしたと言える。 高度経済成長期に入る頃にはますます加速し、1966年に13.6%だった。ダイニングテーブルの普及率は1988年に67.3%となった。注釈出展。ありがとうございます。